はい、アイランドファクトリーのルカパトでございます。注文はゴリラだな。タイトルにある通りなんですが、ゴリラのゲームをねやっていきたいと思います。現在録画している時刻が深夜1時30分ということでね、寝る前になぜこれをやるのかというところで、まずこのウホっていうところ、この度は注文ゴリラだななどというふざけたゲームをダウンロードさせてしまい誠に申し訳ございません。またあなた様の貴重なお時間とパソコンの容量を奪うことになってしまい大変罪深く思っております。楽しませてもらいます。このゲームは各地に散らばるゴリラを100体捕まえることを目的としたゲームになります。ゴリラアレルギーの方や後天性ゴリラ症候群の方はプレイを控えいただけるようにお願いします。皆様注意してください。操作方法は簡単。プロゴリラの方からアマゴリラの方までまんべんなくお楽しみいただけるような作りになっております。 Z キーで決定、 X キーが時を止める能力発動、十字キーで移動、 Shift キーでダッシュと。応援してますから頑張ってくださいね、ということでですね、やっていきたいと思います。ちなみに始めるにあたって私を読んでねという欄で、夢の中でゴリラ100体出てくるというね魔法をかけられてしまいました。寝るのが非常に怖いです。やっていきましょう。オープニングは見ましょう。カーソルジャムのね、このゲーム、某アニメとは一切関係ありませんし、パロリーでもございません。ゲームタイトル映って申し訳ございませんでした。登場キャラも全然違いますと。そうね、某アニメとね、ちょっと似てるような感じだね。可愛い女の子が出てくるということなんですけども。ピエロですね。なんか異世界チックなのかな、街並み的には。猫ですね。まだね開講していませんけれども、このゲームの主役と。うん、暖かい風、綺麗な街並み、いい匂い。一回でいいからこんなところに住んでみたいな。さてと、お目当ての場所は確かここら辺に。あったあった、ゴリラハウス、ここだ。すごい名前ですね。友人の優子から教えてもらった、ここのコーヒーを飲むと夢にゴリラが出てくるって噂、本当かどうか確かめてあげる。すげえ噂だな。いらっしゃいませ。ふむ、見た目はただの飲食店だね。この若い子が店員さん、私より年下みたい。お家のお家の手伝いかな、偉いね。こちらの席へどうぞ。鼻をそそるいい匂い。こちらがメニュー表です。ご注文決まりましたらお声かけください。あの店員さん。はい、何でしょう。ここのコーヒーを飲むとゴリラが夢に出てくるって聞きました。どのコーヒーを飲めばゴリラの夢を見られますか。夢を見たいのかなこの子は。何この客。このお店にそんなコーヒーはありません、多分。そんなバカな。ここゴリラハウスさんだよね。どこでそんな噂を聞いたのか知りませんが、ないものはありません、多分。ブーブー、優子の嘘つき。それでご注文は。おすすめは一番人気のうまいシチューですよ。注文はゴリラだな。何今の声。私にもわからない。お前の力を借りたい。こっちの世界へ招待しよう。な、地震？身動きが取れないほどの激しい揺れ。あ、体が変な世界に引きずり込まれる。あれー、きゃー。深夜なんでね、喉もガッサガサですよ。ここはどこ？私はどこ？あいたたたたたた。一体何なのよ、せっかく店番任されたっていうのに、こんなところへ飛ばされるなんて。職場体験の邪魔するんじゃないわよ、ムキ。職場体験ってことは、あなたあのお店の本当の店員じゃないってこと？何よ、学校の行事の一環で職場体験として派遣されただけといえども、一日だけは本当の店員だわ。
偽物呼ばわりは侵害よ。ふふん、別に偽物呼ばわりはしてないよ。一日だけの店員さんじゃゴリラが夢に出るコーヒーの噂を知らなくてもしょうがないよね。優子嘘つき呼ばわりしちゃってごめんね。とりあえず変な目にあった同士仲良くしようよ。私は後藤莉子、友達から略してゴリコと呼ばれてるよ。いいんだ、それはいいんだ、ゴリコでいいんだ。私はアルージ、アルージ様とかアルージさんって呼ばれてるわ。じゃあよろしくね、アルージちゃん。ちゃん付けは見下されてる気がして嫌いだからやめてくださらないかしら。めんどくさいタイプの人だ。ここは大人のお姉さんらしく余裕を見せてあげないとかな。よろしくね、アルルン。送りますよ。せっかく可愛い名前思いついたのに、ブーブー。そんなことより今の状況なんとかする方が先だわ。早く現状を把握しましょう。お、そうだね、例のコーヒーを飲むために早く元に戻らないとだ。主さんが仲間になったということで、オープニングが終了になるんですかね。見てみて、すごい大きなゴリラの像があるよ。わあ、なんだか感動するな。持って帰って部屋に飾っておきたいくらい。主人公のこのゴリラに対するあれは何なんでしょうね。この人の感性についていけない。よくぞここまで来た。誰？あなたね。よくぞここまで来た。あなたがここに呼んだんだね。私の力が必要って言ってたけど、どういうこと？いかにも、失礼ながらお前のゴリラ捕獲レベルを勝手に計測させてもらった。するとどうだ、今まで見たことのない異常な数値を叩き出した。当然だよ、私のゴリラを捕獲する技術は誰にも負けたことないし、これからも抜かされない自信あるもん。毎日鍛えてるし。それでどれくらいのレベルだったの？ゴリラを捕獲する技術ってあげられんのかな。お前のゴリラ捕獲レベルは1051だ。一般人の平均レベルが 21.4 ということも不足しておこう。500倍、すげえな。なんかよくわからないけどあなたすごいのね。ちなみに紫髪のお前はレベル41だ。普通の人間にしてはなかなかやるようだが、まだ未熟だ。別にそんなの高くなくたっていいわよ。それでゴリラ捕獲レベルを計測したってことは、私にゴリラの捕獲を依頼しようっていうわけかな。いかにも、とある理由で同胞が異世界へと飛ばされてしまった。そこでお前に同胞の救出をお願いしたいのだ。頼まれてくれるの？喜んで。即答。詳しい説明をしよう。そこに10個の魔法陣があるだろう。上に乗るとそれぞれ別の異世界へと飛ぶことができる。一つの異世界につき10体の同胞がいる。つまり合計100体の同胞を捕まえてほしいというわけだ。了解、私の腕の見せどころだね。それじゃパパッと行ってくるよ。私はここで待っててもいい？アルルンはここに残ってもいいよ。私一人で十分だから。いや、紫髪の娘にも行ってもらう。俺の見立てではお前には魔術師としての素質がある。だからこの能力を授けよう。神々だね。何この溢れ出る力は。一定時間時を止める力だ。動き回る同胞を捕まえるときや敵に囲まれたときに使うがいい。敵もいるんすか？今明かしてやるだけだが、全ての同胞を救ってくれたならその力をお前に譲渡しよう。すげえな、破格じゃね。わかった、頑張るわ。すっごく頑張る。おお、いい力を持ててよかったね。時を止める力はキャンセルボタン、キーボードでいうと X ボタンを押すと使用することができる。使用しなくてもクリアは可能だから、縛りたい人は縛るといい。それでは行くがよい、勇者たちよ。私に任せておけば万事解決だよ。それじゃあ行ってきます。というわけで異世界にキーゴリラを捕獲しまくれということでね、私のね所属しているアイランドファクトリーもね、コミュニティの中にちょっとゴリラっぽい人もいるのでね、ゴリラにはちょっと造形があるのではないかなと。 LINE スタンプでよく送ってくるやつもいることですしね。まあやっていきましょう。教会？何？人寄ってくるの？いや、いた。神が人間を作った？いや、人間が神を作ったんだよ。いやー、なんかすげえことになってる。教会では静かに。ゴリラに言えた。あれどこだ？いや、なんか言ってくる。ああ迷える子ゴリラよ。懺悔なさい。やばい。ちょっと
ょっと待って、 X 東京止まれ、ゴリラパワーが減ってる、操作が下手、どけ、ステンドグラスが美しい、ここでこちら、パンがなければバナナを食べればいいじゃない。やばい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 、すごいことになってる、あ、体力減ってる、宗教は別に悪くない、宗教を都合のいいように解釈する輩が悪い、すげえいいこと言ってんだよな、あーすげえ来てる、怖い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 、お、人のふりしてたけど見つかったか、うわー待って、あーあー死んだ、詰んだ。待って待って待って、一回時止めて、まだいける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 、すげえいる、俺はこれでもそこそこ腕渡す、修羅場もいくつか抜けてきた、そういうものにだけ働く感がある、俺はここで捕まる。潔いな、やばいやばい、ゴリラ、あれ時止めねえとダメだな、そして人がやべえんだよな、いやーやべえやべえ、怖い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 、人間が一番怖いじゃんこのゲーム、今だ、よし、あ、何も言ってくんないんだな、あと1体いる、お前だ、木を隠すなら森の中、ゴリラを隠すなら類人猿の中。確かにそうだけどさ、すげえすげえ理由、オッケー、このマップ終了、夜の教会って神秘的でいいじゃない、月の光に照らされるステンドグラスとか最高じゃない、ゴリラ教っていう宗教があったら間違いなく入信しちゃう、誰かそういうの作ってくれないかな、そんなのあってもあなた以外入信しそうな人は7人くらいしか知らないわ。7人もいるんだな。あー、とりあえず1個終了、すごいな。よし行こう、うわ、音楽いいですよね、行って走る。ゴリラ、あーダメ、ちょっとジャスト引っかかっちゃう、あ、痛い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 、ちょっと待ってちょっと待って、敵ってこういうことなんだね。あー、いたいたいた。おお。この大きいな。ちょっと危ないんだよな、ここのコメント。メロディーが引っかかっちゃう。いいな、世界観いいな。いやー、いて。キツネなのかな、この形は。マジでこのね、キーボードの操作慣れてないという。唐揚げとピザをお腹いっぱい食べたい。なんか願望出てきた、痛い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 、ちょ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 、痛い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 、危なっ、あそこ怖っ、恐ろしい、いや時を止まれが結構重要すぎるな、あ、なんかいる、いつも通り普通にやらさせていただいております。そうな、うわーやば、痛い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 、怖っ、あそこ、キツネってよくよく見ると可愛いんだよな、ハマりそうかも、いやこれはちょっとハマったら死んじゃうよ逆に、あとゴゴリラだね、いやーもうなんかすごいことになってる、大丈夫かな、赤いキツネにはキツネの肉が入っていない。痛い痛い痛い、ちょっと待って、操作間違えると死んじゃう、怖いんだよな言ってること、あ、なんかエモい雰囲気出てるけど大丈夫、これこんな時間にやるゲームじゃないんだよな、大丈夫かな。は、鐘の音って近くで鳴らすと結構うるさいんだよ。発言はそんなエモいタイプのあれじゃなかったね、シチュエーションはなんかエモかったけど、にゃー、おい。いや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 、神社って雰囲気あっていいよね、それはどうか、よし、あとはまあこちらへんかな、いないね、うう、いや、いたいたいた、こちらへん、あ、見たか。危ねえ、危ねえ、危ねえ。上にもう行った。こっちも行ったよね。痛い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 。
ああ、いたいた、びっくりした。タヌキの着物は商売繁盛の効果があるらしい。ゴリラの着物は何の効果があるんだろうな。そうな、何の効果あるんだろうな。で、これで帰りますと、こちら、いで、神社っていいわよね。私も巫女服を着てみようかな。夕日を背景に鳥居の中央で堂々と佇むゴリラ、そんな絵が欲しいな。部屋に飾っておきたい。あなた本当にゴリラ脳なのね。こんな人初めて見たわ。本当だよね。これで20と案外先長いぞ。カジノだね。たまには賭けごとに熱くなってもいいとは思わんかね。人生にはピリリとした更新量も必要だろう。そうね、たまにはね、刺激がね、痛い。すげえことになってんな。ここで待ってれば、痛い。痛い、深夜なんです。あー、でもなんかこれ言葉聞こえないのあれだな、なんか寂しいな。ギャンブルって損得ゼロならそれは勝ちだ。まあまあまあ、楽しめたということでね。ここで、あーい、ここで、ここで待ち。よし、欲しいキャラクターのためにソシャゲガチャで80万円つぎ込むとか狂気の沙汰だと思う。まあ、それは本当に思います。80万円はさすがにやりすぎだなと。賭け事は余ったお金で楽しむようにしろよ。いや本当にね、その通りですよ。あー、いた、ゴリラ。カジノの雰囲気好きでガンス。今までなんか注意喚起してたのになんか違うキャラクター出てきちゃって、似てんなこの子。勝負事をしている人間を上から見下ろすのが好き。意図おかしい。あー、時止めちゃったよ。あー、こっち側にはもういないかな。あと2な、もういるね。この階段が意外と斜めになってる。向こうからじゃない、ダメか。人間どもはこんな機械で一喜一憂できるのだから幸せなもんだ。このゴリラ。なかなか言いよるな。勝負は時の運だ、そう思わないと落ち込むよ。まあね、そうね。ここ案外すんなり行きましたね。カジノ、なかなか懐かしい雰囲気だったわ。豪華客船でクルーズ旅行してた時に家族みんなでカジノはそんなことがあるの。お父さんボロ負けしてお母さんに呆れられてたわ。アルルンってもしかしてお金持ちなの。まあね、学業優秀、運動神経抜群、容姿端麗、学園のアイドルの主様よ。喉が死んできたな。けどゴリラを捕まえることに関しては私の方が上だよ。そんなところで張り合われてもね。さ、30。おほーれ、いっていって、怖い怖い怖い、は、怖っ、ちょっと待って、は、怖っ、なんでそのホラーゲーム要素出てきてんだよ。痛い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 、いー、やだー、怖いよー、痛いよー、やだよー、やめてー、早く捕まってくれ。ゴリラは黙ってビターチョコ。あー、時止めてるー、止めてるーの。もぐもぐ、もうここやだ、もうやだ、もう早く抜けた、ここ、超やだ。甘いもの食べ過ぎ、ほどほどにな、ほんとにな。いや、なんかワープしてきたじゃん。え、違う、ワープしてんのか、いや飛んでんのか、あれ。うわ、やいたい、怖い、痛い、やだー。おかしな絵とゴリラってミスマッチだよね。いや、ほんとにもうやだ。おかしなやつもいいんだよ。ああ、いいで、いいで、いいで。力こそパワー、速さこそがスピード。そこにだけど、速え。お菓子業界の作品を覗いても、楽しければいいじゃない、バレンタインに対して。おい、どうした、はい。どうした、どうした、来れねえのかい。さあ、ここからどうしようか。今だ、時を。いや、でも、ここで待ってたら、俺やられる。いやー、おお、キノコもタケノコもどっちも美味しいのに、それは思うんですけど、いやー、まずい、
まずい、まずい、やだ、まだ、やだやだ、やだ、助けて、助けて、助けて、回ってれば助け、いやあ、時止めたい、時止めたいけど、指が、指が、指が間に合わないの、指が、た、時を、いねえしよ、ゴリラ、痛い、あのやつ地味にワープしてくんだよ、おお、誠に美味しゅうございます。痛い、超痛い、痛い、一回一回一回して、おっきい甘いものいいからゆで卵食べたい、俺は早くこのマップから抜けたい、やだー、産地下がってる、俺の産地が下がってる、やめて、ちょっと深夜なの、大声出したくないの、あんまり配慮してそういうとこ、なんか飛んでたよね、ここら辺飛んでたやけどね、ねえ、ねえ、どうだい、よし、甘いの食べたいか、時には我慢も必要だ、俺は我慢なんてしたくねえんだよ、こんなところ早く抜けさせてもらうぜ、あーもうやだ、あーもうやだ、子供の頃こういう家に住みたいって思う時期があったな、長時間いると甘い匂いが染みついちゃいそうで嫌だけど、私は今でも住みたいって思ってるよ、女の子の夢だよ、あーしんどもうなんか怖い、信じられなくなったこのゲーム、怖い、超追いかけてくるし、音楽すげえんすよね、いってばーバーキャロいって、いやーなんかちょホラー要素来てるんだけど、マジで美術館に来るとジャングルを思い出す、痛い、もうせいできてるな、お前の生活に絵を楽しむ余裕はできているか、暴殺されて何か大切なものを忘れていないか、たまにはゆっくりと絵を見てみろ、今のお前に足りないものが見つかるだろう、いや本当にそれは思うね、死んだねハマったね、あちょっと待ってくださいよちょっと待ってくださいよ、最初からあこれ1ステージセーブ必須だな、はーい、しかも飛ばさない絵なんだし、はーい、ということで戻ってきましたけども、とりあえずここだけクリアしようぜ、ちゃんと時止めが割と必要だということを私は知った、ジャングルを思い出すと、ここでおぶね、こいつのマージ、いやーいやー、さあなたも一緒に踊りましょうと、いやーこれやばいな、このゲーム意外と難しい、油断してた、時を止まれ、こいつらですよ、俺をやったのは、いやマジ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 、ちょい待ちって、いやマジちょっと余裕はないっすね、シフトボタンに合わないんですよね、うーわこれ怖っ、ここで一回回って行ってだからチェイスができねえ、いやーもう痛い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 、でここで一気に回収回収回収できない、これオッケー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 、帰ろ帰ろ帰ろ、オッケー、あぶねあぶねあぶね、私ね絵を描いてコンクールで入賞したことがあるの、自分の作ったものが人に評価されるってすごい嬉しいことね、あるの描いて私も見てみたいな、機会があればまた今度、実はこの美術館にあったけどそれは内緒そうだろ、まあというわけで一応ねまあここまだ10体しかいないけど半分クリアしたということで、今回の動画はこの辺にしたいと思います、いやちょっと舐めてたサクッとできるのかなと思ったら意外と難しいねてかまたあのチョコレートのステージ俺やらなきゃいけないのいやーしんどでは私はこれから就寝し、ゴリラが100頭出てくる夢を見たいと思います、それではここまでのご視聴ありがとうございました、残りのところは裏でやっておきます、チャンネル登録高評価コメント等々していただけるととても嬉しいです、ではではまた。